すごい雲だったでしょ。見た。シューってなんか吸い込まれる。俺も吸い込まれそうだったでしょ。そこはあんま感じなかった。はい、ということで、どうもこんにちは、ジャンクです。皆さんに聞きたいことがあります。皆さんの趣味は何ですか？あ、聞こえない？あら？あ、そう。じゃあちょっと待ってて。皆さんの趣味は何ですか？ということでね、皆さん趣味何かありますか？僕は結構多趣味で、動画でお届けしてるのはキャンプとか釣りとか、今やってる趣味の一つでドラムを習ってるんですよ。オミ君っていう先生がいるんですけど、お父さんの影響でラジコンを結構やってたみたいで、オミ君がね楽しそうにね話してくるんですよ。俺もやってみようかなと思いまして、今日からね、なんと私ジャン君ラジコンデビューいたします。ありがとうございます。ということでね、今日はねジャン君の趣味が一つ増える日でございます。ラジコン好きな方や、俺最近何もやってねえなみたいな、そんなこと思ってるそこのあなた、自分の好きなものを見つけるね、そんなね素敵な趣味の見つけ方をね、今日はねみんなにお届けしようと思います。ということで、ぜひね動画を楽しんでください。では後ほど。あ、プラモデルみたいな感じになってるんだ。そうそう、プラモデルみたいな感じで、すげえ、うわすげえ。さあ、じゃあ開いてください。番号が書いてあるでしょ。2番2番とか、これ C っていう、はい、C の2番みたいな感じで、なるほど、書いてあって、でこっちに C の5とか GB3 とかって書いてあるんで、これを探していきます。はいはい、なんで C の5ありますね。でそれをプチってちぎっちゃいけないんで。え、ダメなの？そこの工具の一番手前の赤いやつ、これ、そう、それニッパーなんで、なるべくここ割りが出ないように切る。なるほど。とそこそこ綺麗に切れる。気になる人はこれをこうヤスリで削ったりもするけど。なるほど。気にならなければこのままで OK です。なるほど。はい、この工具とかもやっぱガチ勢は持ってるんですもんね、みんな。そうね、100均のやつもいいんじゃねえとは思うけど、これ結構いいやつですもんね。それ1800円ぐらいする。1800円。ニッパーバカたけ。それはなんかその精密機械用のニッパーで、あー、プラモデルとか作ったり。確かに、だって綺麗に平らに切れるでしょ。そう、全然あれだね、引っかからないですもんね。あ、切断面が平らになってるんですよ、ニッパーの。もうすげえな。そうで、使いまくってるから、もうなんか先端折れてたりとかしてるし。あ、本当だ、欠けてる。くしゃくしゃなんやだけど切れるから使ってる。で次5番はこのシャーシね、ロアデッキって書いてあるけど、このシャーシにこれを実際に組み付けていくんですけど、はい、これ本体じゃないですか。そう、本体シャーシ。すごいすごいすごい。 D の2、こいつです。ここ多分綺麗に切らないと引っかかるんで、頑張って綺麗に切ってください。 OK。 いや面白いなこれ。なんかこの電気のさ下でやってるのいいですね。ああ、でもやりやすいでしょ。やりやすい、面白い。切れました？切れました。オッケー、じゃあこれに組んでいきます。こうか。そう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 。もうすげえ。映ってるこれ。やば。もう回ってる。そうそう。ここが回って駆動する感じなんで。ね。でもね、それを先に組んじゃうと あれなんで、先にそう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 、そのプロペラシャフトを刺して溝があるから。向きは？向きは、ね、一応あるんだ。ここをカチッとはめて、反対側もカチッ。はめて、ギューって締めなくていいんで、キュッて止まるぐらいで。オッケーっす。
モーターマウント。モーターマウントね。そう、それにモーターをくっつけていくんですけど、こうキット標準のギアっていうのが入ってて、ここにほう、これはあのまた別売りでね、この枚数の違うやつが売ってるんでね、遅えなって思ったらこれをちょっと大きくしたりすると速くなったりするんだけど、それが22枚つけるので、はい、10ミリぐらいの位置で取り付けるって書いてあるんで、10ミリぐらいの位置で取り付ける、はい、でこうやってやるとこう、ここで止めやすくなる、止めやすくなると空回りしなくなるんで、でこいつを10ミリに合わせて、すんご高さをこれで合わせてあげると、こんな感じで、なるほど、でこれで高さあったんで、こうここで止めますよと、こんな感じですね。すごうん、OK、すごい世界。もうすぐ完成だよ。もう22番ですもんね、うん、で全部で37工程なんで、あ、じゃあ順調ってことですか。順調ですね。あるよあるよ、うん、時間の猶予もめっちゃあるもんね。あるよあるよ、あと5時間あるんだね大好きだな楽しい、マジで時間忘れる。こんな優雅な休日はやばいっすね。なかなかね、幸せっすよ。やればできる子なんで、ドラムと一緒で。おほほ、褒められた。ちょっと先生っぽいこと言っといた方がいいかなと思ってる。いや、ただのラジコン好きのおじさんでしかなかったから。確かに今の取れだが、ただのガチ勢ですよ。ラジコンガチ勢。ダメなやつやん、じゃあ。ほんとこいつドラム叩けんのかみたいな、多分思ってます、みんな。いや、ドラムめっちゃうめえから、ちなみに。大したことない、全然大したことない。マジでやべ。大型の免許持ってるし、うん、釣り好きだし、うん、ラジコン好きだし、うん、ドラム叩くし、うん、一応今のところの本業はドラムですか。そう、ドラムの先生が本業最終的に仕事に困ったら、はい、あのタクシーの運転手さんとかもやってみようかなと思って。免許的にできるから2種。そうそうそう、でバスの運転手さんとか。でも何でもなんか熱中するタイプですよね、先生。そうで、なかなか飽きないからお金がかかるんだよね。ここが一番むずい、今んとこ。頑張って。じゃあホイールをつけていきます。組み立てキットの中にこういう部品が入ってるんですけど、はい、これでこう本当はね、ホイールなんか締める道具なんだけど、あ、なるほど、小さくて使いにくいんで、あのこちらお使いください。大人のパワー、はい。で、まあ、つけるときはここが六角になってて、ここで合うように。そう、ハブも六角なんでなってますね。そうで、合うようにこうバコッとはめて、締めるときはこのタイヤをちゃんと持って、タイヤを持ってそこに締めていくと。そうで、周り止めで奥の方まで行くとちょっと硬くなっていくじゃない。はい、あ、なってきた。そうで、そこから頑張ってもうちょっと締めていく。カンって止まる感じになるんで、その辺じゃない。でもこれで、うん、閉まったね。大丈夫ですね、はい。これを4箇所。はい、はい、はい、ということで、ついにこの日がやってきました。僕がこの服を着てるということはですね、塗装の日でございます。今日塗る色、この色です。オレンジと白です。この2色で、はい、行きましょう。ういっす。早速先生やってくれるんですか。一回じゃあこんな感じみたいな。お手本、お手本。いきなりバーってやっちゃうと塗料が垂れちゃうんで、スタートとゴールはこの外、スタートここ、ゴールここみたいな。中でスタートとゴールをしちゃうと、スタートのところだけめっちゃ濃くなっちゃうんで、ね、なるほどなるほど。なもんで、スタートここから行ってシューみたいな。なるほどなるほどなるほど。のを繰り返す。オッケーと。こんな感じで、なるほど、塗っていきますよと。はい、はい、オッケーオッケー。もうちょっと濡れたら一回乾かしましょうって感じで。なるほど。あ嘘やん嘘やん。チャーシュー、ちょっと待ってちょっと待って、塗らなきゃいけないところで塗料が出てない、ね、ちゃんと押して出ました、そのまま行って離すみたいな。こうですね。あ、そう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 。
あ、こういうふうちゃんやると怒られるやつ。日が暮れる。変わる？うん、変わる。変わる。全部オミ君がやってるわ。結局ね。結局オミ君が全部やっちゃってる。だいぶいい色。パッと見綺麗なオレンジ色だよ。うん、めっちゃいいっすよ。最後僕が塗って、なんか僕が仕上げたみたいに。はい、じゃあそうしましょう。まあほとんど先生がやりましたけど、ちょっと僕もさすがにやらないと。で、天井がまだちょっと色があんまり乗ってないから、はい、まあ最悪垂れちゃってもいいから、天井ビューみたいな。まあ良いのではないでしょうか。あの先生が綺麗にやったのよ。俺がやってムラができた。嘘。まあいいんじゃないですか。オッケーオッケー。初めての塗装では。そうですね。剥がしちゃっていいですか。いいですいいです。表はオッケーです。あのトリミングじゃなくて何でしたっけ。マスティング。マスキング。して。おお綺麗。え？お意外と意外と思ったよりは。全然いい感じ。いい感じですね。じゃじゃーん。いいじゃんいいじゃん。ジャック。いいだいぶいいっすよ。いいな。恥ずかしい。これ走ってたらやばいな。これは確かにやばいな。一発でわかるけど。これで、はい、ある程度乾いて白のせる感じたら、うん、でそうするともうちょっと発色良くなるから。了解っす。じゃあちょっと時間置きましょう。ですね。ということでだいぶもう乾いたんで、はい、白ですね。はい、裏打ちです。裏打ちもういけますね。はい、これ怒られるやつ。今日はちょっと乾かして。そうですね。じゃあ最後に仕上げしておきますね。仕上げ。おー、なんで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 、ちょっとよいしょ。それやばくないですか。オッケー。やばくないですか。恥ずかしいでしょ、ジャンク。いや、やばいっす、それ。保護フィルムがついてるんで、これを剥がせば。コーティングされてんだ。そう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 。多分出てくるから。そっきりかよ。ということで、仕上げてくるわ。まずは、このアーチの端っこに向かってここからピッて落としていくと、楽かも。できました。 OK です。どうですか。いいんじゃないですか。綺麗にできてると思います。じゃあ続きましてですさっき貼ったマスキングを剥がしていきましょう。はい。すごいんだけど気持ちいい。よし。いやいや、だいぶいいやん。よし、よし、よし。ちなみに先生ははい、がっつり貼ってんすか。何も貼ってない。何も貼ってないのか。ヘッドライトも貼ってないし、ペラペラステッカーは貼ってるけど、本当だ。窓枠とかも貼ってないし、でこれはもともとついてないし。あ、そうなんですね。うちもない。僕はそういう感じのが好きっすけどね。僕は面倒くさくてやってないだけなんで。あ、でも前だけちょっと知りたいんで、ヘッドライトだけやっぱつけど。なんか規定とかあるんですか。一応レースをちゃんとやるときは、はい、ヘッドライトとか、はい、実車により近い感じでボディは作ってねみたいな。だもう窓とかも無視して単色塗りやめてねみたいなのはある。あ、そうなんですね。へえ。あまりにもひどいと言われるみたいな。うん。はあ。ちょっとまた後で見せるわ。しっかり微調整だけして完成だから待ってて。ということで、ついに完成しました。
ちらです。はい、もう雑ですけどこちらです。はい。やばくない？やばくないですか先生？いや、色派手だよね。派手だよね。オレンジです。僕ちょっとオレンジが好きなん でタイヤもちょっと派手にしたかったね。黄色にしたんですけど、もう派手すぎた。いや、これいいよ。かっこいいよ。これアウディのシールとヘッドライトだけつけた。あとはもう何もなし。シンプルイズベストで。ただ、側面ね、こちら。ジャン君。手書きね。手書きジャン君があるんで、まあ、これはもう目立つでしょ。走ってるの。遠くても。わからんくね。もうわからんくね。え？わからんくね、絶対。わかんない？この画面越しにはもうわかんない。ジャン君の文字を。え、でもさ、そこちょっと構えてて。はい、そこで。はい、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 はい。いや、全然わからん。全然わからん。え？そう。全然わからん。わかった。もう一回行きます。はい。ああ、ギリかな。ギリかな。いや、でもこれすごいな。一から作ったんですよ。ね、今回ね。めっちゃ時間かかったよね。めっちゃ時間かかった。トータル10時間くらい。正直めちゃくちゃ疲れたけど、めちゃくちゃ楽しかったです。でもここがスタート地点だからね。ここ、そうですね。やっとここスタート地点に立ってたって感じですね。はい。これで走行させて、楽しむと。そう、で、ボディがどんどんポイポイポイになってってね。悲しい気持ちになりながら、ね、さっきあそこで一生懸命塗ったのにね。ね。ということで、タミヤ TT02、はい、初めてのラジコン完成ということで、この後ね、走らせていきたいと思います。後ほど。ちょっと待って。こっちの電源入れて、ここ電源入れる。はい、はい、入れて、で、これ入れます。右、左、はい、OK OK。 で、一応これも握ってみて OK。 よし、ゴー。あ、なるほど。全然できないんだよ、これ。めちゃくちゃふわふわ。めっちゃむずい。めっちゃ、あ、なに、OK。 あ、OK。 いボコボコっすか。ボディはそこまで。この辺と、あ、ボコボコ。ここもやっとる。あと後ろもここと四隅全部やっとるじゃん。ボコボコ。受けるな。30秒でボコボコになった。30分練習したんで、もう多分ぶつからずに行きます。絶対いける。レディーゴー。いいんじゃない。いや、ストレートからの曲がって。めちゃくちゃ危ねえ、めちゃくちゃ危ねえ。当たってない、当たってない。めっちゃうるせえ。やべ、上級者、上級者。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って、今のはしょうがない。避けようとしたから、これ。来た。いいんじゃない？うわ、やばい。上級者来た、上級者。ちょっとどこは、どこは。避けて。避けてる、避けてる。大丈夫、いい感じ。また上級者。この上級者の後ろについていくわ。腰が引ける、危ない。横転しそうになった。どう。いいんじゃない。この画面にチラリと映るところしか俺はいいかどうかがわからない。そうか。当たってないよ、一回も。上級者来た、上級者。ごめんなさい。後ろから3台、めっちゃ上手な人が来た。はい、やばい。どいてる。ちょっとどいてる。ごめんなさい。当たらず行けたよ。一周。ほんと。見てて。行くよ。もう一回行くよ。始まってるけど。行くよ。はい、第2コーナー曲がる。ヘアピンカーブ。おお、いい感じ。からの、ここイン、アウトインして。アウトインからのここヘアピン。やばい、上級者来たから避ける。はい、いいよ、避けた。うまい。いいよ。避けるのもうまくなってきた。また上級者来た。横に寄って。どうぞ、ごめんなさい。
はい、一回待たらず行けるからの、よし、上級者、上級者、上級者、はい、こう一回待たらず。本当に行きました。確かにガシャンやらなかったからね。やばい、超楽しい。はい、ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。今回全て本当1から走行までやって、むちゃくちゃ楽しかったですね。本当にぜひね、皆さんもね、機会ある方は、ね、チャレンジしてみてほしい。全国ねラジコンショップあると思うんで、一回行ってみて。マジでラジコンの楽しさを、え、どうする、ちょっと待って、ラジコンの面白さを広めようの会会長ジャン君でいいかな、今日から今後ともよろしくお願いします。で、あとあの友達欲しいんで、あのラジコンガチ勢の方コメントください、あと DM ください。今度一緒に遊びましょう、本当にこれマジで。ということでね、皆さんもね、ぜひねラジコンもいい趣味の一つとなると思うんでね、遊んでみてはいかがでしょうか。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。